みんな、稲妻イレブンを見るときは、部屋を明るくして、近づきすぎないようにしてみよう。稲妻チャレンジャー。稲妻イレブンはレベル5とご覧のスポンサーの提供でお送りします。染岡、すっげえシュートだったな。これが俺のシュートだ。高円寺、エンド、俺やるよ。高円寺、ドラゴンが出た。これで高円寺は大門中サッカー部の一員だ。みんな仲良くやろうぜ。高円寺修也だ。高円寺さんが俺たちと一緒に。これで怖いものなしだね。待てよ、そいつに何の用がある。雷門中には俺の必殺シュートがあるじゃないか。染岡、どうしたんだよ染岡。雷門中のストライカーが二人になるんだぜ。こんな心強いことはないじゃないか。ストライカーは俺一人で十分だ。結構つまらないことにこだわるんだな。つまらないことだと？みんないる？これ見てください。これはオカルト中の試合です。こんなのどこで？新聞部の情報も使ってゲットしたんです。私にかかればこれくらいお茶の子最大ですよ。すっげーよマネージャー、これでオカルト中の研究ができるぞ。これはなんであいつら止まってんの？多分動けないんです。噂ではオカルト中の呪いだとか。呪い？呪いか。はい、いよいよ今日この日を迎えました。雷門中対オカルト中の練習試合。あの帝国学園を下した我が雷門中イレブンの勇姿を見ようと多くの観客が詰めかけております。雷門中イレブンはどのような試合を見せてくれるのでしょうか。実況は私、将棋部の角間啓太でお送りいたします。へえ、高円寺は正式に入部したようだな。本当にこの試合に勝ったら学校でフットボールフロンティアの参加料払ってくれるんだよな。ええ、約束通りに。ですが負けたら廃部ということもお忘れなく。負けるもんか。絶対来たぜエンド。不気味だ。お前が言うなって。よし、行こうぜ。キャプテン、トイレ行ってきてもいいすか？またかよ。オカルト中監督、ジキル・ハイトです。今日はよろしくお願いします。
どうぞよろしく。君が豪炎寺君ですね。帝国戦で君が打ったシュート見せてもらいましたよ。いやいや、全くもって素晴らしかった。今日はお手柔らかにお願いしますね。ちょっと待て、あんたたちの相手は豪炎寺じゃない、俺たち全員だ。はあ、これは滑稽ですね。我々は豪炎寺君と戦ってみたいから練習試合を申し込んだのですよ。弱小チームである雷門中など興味はありません。誰？やめろ、そのよか。せいぜい豪炎寺君の足を引っ張らないようにしてください。言ってくれるじゃねえか。見せてやろうぜ、ソミオカ、お前の必殺シュート。ああ、さあ試合開始です。あの豪炎寺修也を迎え、最高の布陣で挑む雷門中イレブン。対するオカルト中もキャプテンの幽谷を中心に11番ブラド、10番月村など強力な攻撃陣が揃っているとの情報が入っております。さあ、どのような試合になるのか、いよいよキックオフです。気合入れていこうぜみんな。キーパーエンド、見事にキャッチ。ものにしたんだな、エンド。まあな。みんな、落ち着いていこうぜ。はい。よし、みんな上がれ。勝利。はい。ゴエンジさん。こっちだ、勝利。よし。見せてやるぜ。必殺シュート。ドラゴン、クラッシュ。決まった、ソメヨカのシュート炸裂。なんですって、ドラゴンクラッシュ。そっか、あのシュートの名前か。やった、やったな、ソメヨカ。俺たちが先取点取ったんだぜ。ああ、雷門中一点先制。すごいシュートでしたね、ドラゴンクラッシュって。やはり素晴らしい、僕のネーミングセンスは。あなたがつけたの？大したことなさそうなやつらでやんす。ビビりすぎてたんだよ俺たち。よし、ガンガン攻めようぜ。シュート雷門中のデータにありませんよ。やった、やったぜ、エンド、勝てるんじゃないか。ああ、まさか豪炎寺君以外にあんなストライカーがいたとは予想外でしたよ。雷門中の皆さん、いつまでも雑魚が調子に乗ってんじゃないぞ。始まったか、てめえら。そいつらに地獄を見せてやれ。まれまれまれ止まれ、まれまれまれ止まれ。なんだよあれ、呪文か何かでやんすかね。来るぞ。あれ、なんだこれ。来るぞ、ジョリーは9番、アクスは11番のマークにつくんだ。はい。何やってるんだお前ら。どうなってるんだ。みんな落ち着いて相手の動きを見るんだ。無駄だ、ゴーストラック。安心が動かないっす。これがゴーストロックだ、ファントムシューン。幽谷のシュート炸裂。2対1、オカルト中手を返します。